この時間は茨城新聞茨城放送リポートをお送りします。まずはじめに笠間市からのリポートです。笠間市内約60の生産者や販売店などで作る笠間アグリビジネスネットワーク協議会の2014年度総会がこのほど笠間市役所で開かれました。笠間アグリビジネスネットワーク協議会は農業の6次産業化を目指して生産者や加工販売店、レストランなど幅広い業者が参加して昨年7月に発足しました。総会では開発加工品の試食会やフードアナリストの記念講演が行われました。うちは古代米で黒米と緑米を作ってるんですけど、その黒米での甘酒、すごくコクがあってあったかい飲み物として、また夏には冷たい飲み物として、あの健康第一、ブドウ糖がそのまま脳に働くっていうことで元気になる飲み物だと思います。でこちらが緑米なんですけども、幾分あの普段マーケット等であの売られているものよりも黄ばんで見えるかもしれませんが、これが緑米の特徴であって、こちらは爽やかで昔ながらの味がするということで、好評です。今回はですね、笠間焼きを器が当然、まあ、地元なんでね、この器を使ってサバランという洋酒を使うお菓子があるんですが、これを日本酒でというのはまず日本ではないわけで、こうちょっとやってみたらどうなのかなと思いまして、でそれをまあ皆さんが食べやすいようなカクテル状態、例えばフルーツをいろいろなものを混ぜてやった日本酒とカクテルにしたサバランというのをまあ考案してみました。記念講演はフードアナリストの藤原博さんを講師に、地の利を生かした笠間ブランド作りの可能性と未来と題して行われました。我々がこれから目指していくブランディングにおいて一番大切なのは全体の利益を考えるということ、つまり笠間市全体の印象を考えながら自分の立ち位置を良くするためにはやっぱりおもてなし、つまり来た人ががっかりしない町づくりや商品づくり、店づくり、生産物のパッケージなどを考えていくということが大事になってくるということですね。目から鱗ですね。あとは今日勉強したことを実際に取り込んで実行したいというふうに思います。面白かったですね。どんなふうに情報を加工して伝えればいいか、あのうちのパンフレットなんかでもやっぱりこんな感じで、あの情報をいかに絞るかってところを考えて作ってたんで、そういう意味ですごく参考になりました。やっぱり野菜を作るのも全部人だっていうことがよくね、最後はやっぱり人間なんですね。ちょっと新しい商品とか作りたいと思ってるので参考にしたいなとは思います。総会では笠間産農産物の創出や加工品の開発、販売促進などの事業計画案を承認しました。まずあのね、笠間は、観光はもうすごくある町だと思うんですよ。その焼き物もあるし、でこれこういう方々と一緒になっていくことが、やはりあの地産地消というのは笠間は一番できるとこだなと、一番逆に今ね、魅力度茨城は47番目ですけど、いずれ笠間はあの茨城の魅力度ナンバー1位になるんじゃないかって、そんなあれで今やってます。また味が違います。続きまして、ひたちなか市からのリポートです。ひたちなか市のこだわりの卵や醤油、米を使った究極の卵かけご飯を食べるイベントが24日、ひたちなか市のホテルニュー白亜紀で開かれ、県内外の26人が参加しました。イベントは、昨年協定を結んだひたちなか市と JAF、日本自動車連盟茨城支部が共催です。参加者は主催者が用意した市内の養鶏場と醤油店でブランド卵と醤油を買い、中湊駅に集合しました。その後ひたちなか海浜鉄道で磯崎駅に向かいました。参加者は坂面磯崎神社などを散策しながら磯崎漁港へ徒歩で移動しました。磯崎漁港で参加者は
磯崎漁協が独自に商品開発した小ぶりの一口アワビの養殖現場などを視察しました。その後、ホテルのレストランに用意された炊きたての地元産コシヒカリのご飯に買い求めたブランド卵と醤油をかけて味わいました。究極の卵かけご飯にかける醤油は黒沢醤油店の醤油を使用しました。それでは皆様、いただきます。いただきます。地元のお米、ひたちなか産のコシヒカリを、提供させていただきました。生産者の方々は大変高い技術を持ってお米を作ってございます。粘り、食に思っているお米でございます。究極の卵としては横須賀養鶏場の卵を使いました。卵は若鶏の餌にパプリカや海藻を使用し、卵黄の味を濃くしたり白身の旨味を高めたりしています。昨年、ひたちなか市と JAF 茨城支部は観光や産業振興、サービス提供で相互に協力する包括協定を結びました。イベントは JAF が定期的に会員に送っている開放誌の中でひたちなか市を特集したことがきっかけで企画されました。食卓には磯崎漁協女性部が考案したシイラという魚のつみれ汁や、参加者が視察した一口アワビも並びました。ほとんどの参加者が一人分のご飯では足りず、おかわりの列を作っていました。ね、ちょっと卵もすごくまろやかで、醤油もかなりすごくよく合ってまして、とても美味しい究極のご飯でした。卵が取りたてのやつを買ってきて食べてるので、すごく鮮度が落ち着かなって感じました。こう醤油もすごくやっぱり香りが良くて、なんかちゃんとしたところで買うと違うなと思いました。地元のいろいろ知らなかったようなのがところに行けるので、それをちょっと見たいなと思って来ました。続きまして、ひたちなか市からのリポートです。6月にイタリアのリミニ市で開かれるワールドブリューワーズカップに日本チャンピオンとして出場するサザコーヒー首都圏社員の小森一成さんの公開練習会が27日、ひたちなか市のサザコーヒー本店で開かれました。ワールドブリューワーズカップは、マシンなど機械を使わず、ネルドリップやペーパーなどの抽出方法で入れるコーヒーの味と技を競います。3月の日本大会で小森さんが初代王者となり、6月10日に世界20数カ国の代表と世界一を競います。小森さんは焙煎技術者とともにコーヒーの粒の大きさや均一さを研究し、パウダーコントロールと呼ばれる独自のノウハウにたどり着きました。公開練習会は午前午後の計3回行われ、審査員の代わりにはコーヒーファンが務めました。引いた粒子の差によるコーヒーの味の違いなどを説明し、デモンストレーションしました。本当に美味しいコーヒーの入れ方はエスプレッソのバリスタで見るよりもっと皆さんに身近に感じていただけるんじゃないかなと思ってます。で、彼が今回、日本チャンピオンになって世界中のチャンピオンたちと一緒に日本代表として戦うということなんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと英語とか感させていただきますので、それもちょっと。公開練習には本番さながらに通訳を配置しました。小森さんは世界大会で世界でも屈指の高級豆ゲイシャのナチュラル製法豆を使用します。これまでの世界大会で水での洗浄処理を施さないナチュラル製法豆で優勝した選手はいないといいます。小森さんは生産国の事情で水が貴重で使えない農園もある、ゲイシャナチュラルを用いて自然に採取されたコーヒー本来の味を再評価してもらえたら最高と話しました。審査員の代わりを務めたコーヒーファンは小森さんの抽出サービス技術を楽しみました。コーヒーファンは香りの違いが分かった、
コクが違い、味わい深いなどと評価しました。解説してもらいながら飲むので、さらにこのコーヒーの美味しさがよくわかるというか、自分だけの判断じゃなくて、それを入れてくれた方が説明してくれると、やっぱり違いますよね。私がいつも普段飲んでるコーヒーの豆より、すごくこうフルーツの香りがさらに強いというか、口の中に広がる感じがしましたね。口に含んだ瞬間からこう甘みと柔らかさが伝わってきて、とろっとした感触がすごく優しい味がしてナチュラルっていう私コーヒーでやるので、まあ一か八かじゃないですけれど、一応世界チャンピオンを目指すつもりで、はい、全力でベストを尽くしてやっていきたいと思ってます。以上、茨城新聞リポートをお送りしました。続きまして、IBS 茨城放送からのリポートを3本続けてどうぞ。この時間は石岡市宮ヶ崎にある JA やさとにやってきました。今ここには話題の一品があるという話を聞いて駆けつけました。なんとキウイフルーツうどんなんです。果たしてキウイとうどんがマッチするのかというところをお話を JA やさとの鈴木光夫さんに伺っていきます。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。キウイフルーツうどん、名前だけ聞くととっても夏を感じますね。はい、はい、そうですね、さっぱり系のイメージがあるかと思います。はい、はい、まずこれだけキウイを推しているということなんですが、はい、キウイはやはり八郷で採れたものですか？はい、はい、そうです。この辺の生産者皆さん頑張っていただいて、年間53トンの収穫量がございます。はい、はい、キウイとうどんって夢の共演といいますか、はい、今まで考えられない組み合わせだと思うんですけども、はい、なぜこの商品を作ろうと思ったんですか？そうですね、53トンの収穫量の中で、まあ、その年々の気候にもよるんですけども、市場流通できない規格外のキウイフルーツがたくさん出てくる年がございます。昨年は10トンほど出てまいりましたので、このようなものをなんとか商品化、別の形で、ね、商品化できないかということで、はい、職員の中で、アイデアを出し合ったものです。はい、ではキウイを無駄にすることもなく、お客様にも楽しんでいただけるという一石二鳥な感じになりますね。はい、そうですね、はい、はい、またキウイがこの乗っているだけでなく、珍しいのがおうどんの麺にキウイが練り込まれているんですよね。はい、そうです。使っております小麦粉も茨城県産の小麦粉でございまして、はい、小麦粉に対しまして 25% の含有率でキウイフルーツを、はい、練り込んであります。キウイってフルーツのイメージがとても強いですし、はい、おうどんもやっぱりこう主食のイメージが強いんですけども、はい、実際合うんですか？はい、合います。じゃあぜひ、食べてみてください。わあ、ありがとうございます。では今からいただきたいと思います。はい、ぜひどうぞ。見た目がとってもさっぱりしていますね。はい、そして爽やか色合いが本当に色とりどりで、ね、いただきます。うん、いかがでしょう？とっても美味しい。あの麺の中につぶつぶがあるから、はい、すごいプチプチって食感が、はい、そうですね、はい、それがキウイフルーツの食感で残っております。でもそんなにキウイの味がすごい強いかなと思ったんですけども、意外とこうおうどんの味の出汁の味が効いていて、はい、とてもそれがあってキウイに美味しいです ね。 そうですね、やはりあのキウイフルーツね、そのあまり含有量を増やしてしまいますと、その食感で、うどんの食感を損ねちゃうと困りますので、その辺の食感を守るような形で、含有量は練り込んでいます。はい、
そして最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。はい、こちらこれから夏に向けてのサラダ風さっぱり系のキウイフルーツうどん、ぜひ、ご賞味いただければというふうに思います。そしてこちら直売所でございますので、直売所の方で新鮮なお野菜を買っていただいて、またこちらのそばどころからですね、外の風景、新緑が今一番見頃ですので、ぜひいらしていただければというふうに思っております。ありがとうございました。お話は JA やさとの鈴木光夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、石岡市の宮ヶ崎の、JA やさとからお伝えしました。皆さんこんにちは。 JA ミトアスパラ部会の高萩です。私たちの部会は茨城町と城里町で11名の部会員がいます。城里町ではまだ始まったばかりですが、3名の生産者で美味しいアスパラ生産に取り組んでいます。私自身は化学肥料を減らしたり農薬を減らしたりと、安心で美味しい野菜作りを心がけています。アスパラは今が旬で一番おいしい時期だと言われています。中でも採れたての新鮮なアスパラは生でも食べられるほど柔らかくて甘いです。またアスパラに含まれている栄養成分には疲労回復効果や抗酸化作用、美肌効果などがあるとされ、健康野菜としても注目されています。この機会にぜひ地元茨城産の新鮮なアスパラガスを召し上がってみてください。よろしくお願いします。まあ、でまだ朝取りで搬入してもらいまして、まあ、値段をつけてもらって、まあ、個人個人に、まあ、陳列をしてもらうという感じになってます。で、まあでまあまあ、高橋さんのアスパラですかねは、まあ、お客さんからも甘みがあって美味しいという評判もあって、まあ、生でご試食できるということを、まあ、その他にも水戸地区の方からも来ていただけるというなっても来ていただいています。新鮮だからです。日にちが書いてありますので、いつ取れたか、それから作った方の名前も書いてありますので、スーパーよりもずっと新鮮かと思って、お野菜はいつもここで買ってます。もう初めからもう新鮮と思っちゃって作るもんですから、私はここが一番いいと思ってます。はい、皆さんこんにちは。日本料理日立の石崎の石崎修一です。当店は牛久市で日本料理店を営んでおります。私が日本料理の修行時代にカフェで食事をとることが多かったため、カフェの雰囲気と和食を合わせたお店を作りたいと思い始めました。そんな当店のおすすめランチは選べるカフェランチと松花堂弁当です。カフェランチは、ロコモコプレートから着想を得て、日替わりの主菜をはじめとした5品の和食をワンプレートに盛り付けしお出ししております。日替わりの主菜は
魚料理、肉料理、天ぷらなどからお選びいただけます。魚料理、肉料理のメニューは6から9種類と豊富にご用意しておりますので、お好みの料理をお召し上がりください。松花堂弁当は刺身や天ぷらといった人気の和食メニューをセットにしたお弁当です。季節の刺身や野菜を使用しており、旬の味を楽しめるメニューとなっております。気楽にカフェ気分で日本料理を召し上がるのもよし、宴会などで大勢で楽しまれるのもよし、ぜひ当店の創作和食料理をお楽しみくださいませ。豚肉とトマトとレンコンと何でしたっけ、じゃがいも餅のステーキ、その中でも私はレンコンが好きです。美味しかったね。女性ばかりでね、なんか穏やかな感じでね、いいですね。その日によってね、お魚とかお肉とかありますから、いろいろ選べますけどね、美味しいです。